さて、なんか色々あったが、結果として集まった燃料の数は3個。いっぱいやられたからロストした可能性もなきにしもあらず。あれ、霊夢は燃料を持っていたりしないのか。あ。いやー、私は1個も持っていないな。なるほど。じゃあひとまずこの燃料を燃料ボックスに入れておくか。これで2列目は埋まるかな。それくらいの量はありそうだよな。あ、ちょうど3つ入れれば2列目は埋まるな。燃料ロストしたことによって脱出が済んだ。ってことはないよね。それはないと信じたいところだが。っていうかそもそもロストしてないかもしれないしな。そうだね、もともと3つしか手に入ってなかったっていうことで。ってことでお次はどこ行きますかね。やっぱあれじゃないですか、ウィガースケルトンの塔。まあ難易度順に攻略するならばそういうことになるよな。難易度は今まで挑戦してきた中で一番難易度が高いからね。前回の湖より難易度高いのか。いやー、前回は謎の不具合のせいで難易度が爆上がりしただけじゃない。実際の難易度としては星2以上だったと。じゃあ、早速塔に向かってみますか。って、なぜかそこにウィッチがいるんですけど。え、なんで、もしかして普通にはいた。私たちが気づかない間にここもダンジョンになったのかもしれない。しかも割と数がいるよな、スポナーとかが近くにあるのか。いやー、スポナーらしきものは全く見当たらないけど。え、なんだ。あ、後ろ、こっちにもウィッチいるわ。なんで後ろに湧くんだよ。さっきまでいなかったよね、ここに。奇襲してくるなんて卑怯なやつだぜ。卑怯な人が卑怯だとか言っても説得力ない。うん、なんか言ったか。いや、何も言っていません。うん、まだいるのか。どこだ。あ、ここか、こいつめ。魔女くらいを倒す分にはそんなに苦戦しないか。まあ毒は食らってしまったけどな。毒ポーションが厄介なんだよね。今まで毒使ってくる敵がこの島にはいなかったから、毒使いと戦う感覚を忘れていたぜ。うん、なんかここに落ちているな。魔女がドロップしたアイテムじゃない？そうかもしれないな。回復のポーション落としてたぞ。即時回復できるやつね。結構便利じゃない？普通にこの後の戦闘でも役に立ちそうだな。じゃあ、なんだかんだありましたけど仕切り直して向かいますか。ウィッチの襲撃イベントがあったが切り替えてウィザースケルトンの塔を攻略しようぜ。よし、やってやるぞ。この塔は序盤から目立っていたから簡単にたどり着けるな。巨大迷宮の入り口とか木に隠れて見つけにくいもんね。さあ、ここがウィザースケルトンの塔だ。早速ここからスポナーが見えるね。まずはリスポーン地点を固定しておこうぜ。お、親切にセーブポイントがあるね。あれは何のスポナーでしょうかね。まだ敵が湧いていないからさっさと破壊したいな。ツルハシ。あれ、ひょっとしてツルハシロストした。私もロストしたっぽいんだよな。とりあえずスポナーには松明を置いておくか。このスポナーはゾンビか。それならまだ壊せなくてもなんとかなりそう。湧かないように入念に松明は設置しておこう。でも松明も限りあるんじゃない。石のツルハシくらいは作っておくか。ああ、そうか。作っちゃえばいいのか。木なんて島にいっぱい生えているからな。刑務所の感覚がまだ残っている。木なんて簡単に入手できない感覚が。刑務所の時は一つでも手に入れるの苦労したもんな。うん、ウィッチが近くにいるじゃん。え、またウィッチがいるのか。なんだよ、今日はいつも以上にウィッチが湧くな。なんでウィッチだけ湧くんだろうな。もっと倒すのが簡単なやつとかはいてほしいわ。とりあえず石のツルハシは二つ作っておいたから、一つ霊夢に渡しておくぜ。おお、ありがとう。じゃあ今度こそ準備ができたから塔を攻略しましょう。よし、難易度3だからって知らないがちゃちゃっと攻略してやるんよ。あの橋を登って塔の上部に行く感じかな。それ以外に登る手段はないから。そういうことじゃないか。これちょっと登るの怖いね。上のフロアに敵がいるかもしれないもんね。おお、なるほど。どんな様子でした。スケルトンとスポナーがあったな。何体くらいスケルトンはいたの。そこそこの数はいたが、言うてもスケルトンだからな。ゴリ押し戦法でいけちゃう可能性はあるぞ。今までの猛者たちに比べればスケルトンなんてもはやスケルトンだからね。どういうことだ。どういうことでしょうね。お前が言ったんだろ。スケルトンじゃない奴が一人いるんだが。おじさんだ、おじさんがいるぞ。一回体力回復するために引くな。お、了解。危ない危ない。なんとか全滅させたよ。おお、ナイスだぜ。スポナー破壊チャンス来た。あ、壊しちゃいけないものまで壊しちゃった。まあ、それは見なかったことにしようぜ。お、ここのチェスト燃料入っている。あとは金防具。鉄のツルハシもあるのか。ウサギシチューとキノコシチューもあるよ。まあ食料は結構あるから無理に取らなくても良さそう。シチュー系はインベントリ圧迫しちゃうからね。さて、上のフロアは今度は何がいるのかな。ウィザースケルトンの塔っていう割にはまだ出てきていないんだよな。普通のスケルトンは今出てきたんだけどね。ちょっと軽く様子を見てみるね。気をつけてな。うわ、おじさん、
やばい、大量のおじさんに襲われてる。お前のことを襲ったおじさんが降りてきた。いやー、すごい数でした。恐ろしい。あれほど気をつけろと言ったのに。いや、想像以上にいるんだって、嘘だと思うんなら確認してきてみなよ。いや、お前のことを疑っているわけじゃないけどさ。あれ？ひょっとしてアイテムは上の階に置きっぱ。一部は落っこちてきていたけどほとんど上にあるかもな。アイテムだけ。アイテムだけ回収させてくれ。一応スペアの防具もあるぞ、これ着ていけば。いや、アイテムを回収するだけだからいけるわず、無理でした。だから言ったじゃねえか。あのおじさんの火力とんでもないんだよね。防具なしで言ったらマジですぐやられるぞ。素直にマリサの言うことを聞いてればよかったです。ほら、そこに防具を置いておいたからそれ着て一緒に行こうぜ。助かります、神様仏様マリサ様。まあぶっちゃけると防具着ても倒しきれるか不安だが、ヒット&アウェイ戦法がしにくいんだよね。上のフロアに行く手段がはしごっていうのもあって。よし、じゃあ行くぞ。一気に倒す、それだけだ。あ、やばい、あ。マリサー。難しいとかそういうのじゃなくてこれは無理だわ。あ。私も普通にやられちゃいました。あれ勝てる気しないんだが。これが難易度さん。恐るべし。くっそー、上のアイテム回収したいけどな。勢いでささっと回収して、いけないかな。もう。この下から攻撃する作戦。古速なやり方だが、一回敵の数を減らさないと厳しいからな。こんにゃろ。あ、すまん霊夢。ちょっとマリサー。お前の分まで倒しておくから、うん、何回意外と倒してる。結構減らした。なんか体力が少なかったのか知らないけどに、3体倒したと思うぞ。本当だ、あと2体しかいない。また下からおびき寄せて慎重に倒せば。うん、やったか、おじさん全滅したか。霊夢、やったっぽいぞ。やっとおじさんのフロアを攻略できたよ。もう一度言うがウィザースケルトン全然出てこないじゃねえかよ。今のところおじさんの塔なんだけど。とりあえずアイテム回収して立て直そうぜ。この上にも激ムズフロアがあるかもしれないから、ここにスペアの防具とか入れておいてもいいかもね。ああ、確かにいい考えかもな。防具とか結構手に入るからな。じゃあ次のフロア行きますか。っていうかこの下のフロアもだったんだが、なんでさっきから豚がいるんだ。なぜか住み着いているのよね。まあ別にどうでもいいことなんだが。さて次の敵は、一体何でしょうかね。あんまり強くない敵が来て欲しいところだが、ちらっと見えたけどスケルトンっぽいね。スケルトンか、それならよかったわ。またさっきのおじさん集団だったらどうしようと思ったからな。スケルトンの数はどれくらい？5、6体かな。それならここもゴリ押して2人でいけそう。そうだな、ほとんど手前にいるからこいつらをささっと仕留めれば勝てる。おお、スケルトン全滅。あとはスポナーを壊してしまえばクリアだな。おいおいおい。本当にここ難易度3か。こんなの余裕のよっちゃんだよ。さっきはあれだけ難易度3の洗礼を受けてるまとなこと言ってたのに。あ、チェストの中に燃料入ってますよ。おお、しかも盾も入っているな、これはラッキー。あとは安定の鉄防具。いやとかは結構ありがたいけどね。とりあえず全部回収しておくか。うん、どうしたのマリサ。焼肉焼肉。なんだこれ。焼肉焼肉、そんな肉焼くの大変そうだな。できれば焼きやすい肉を入れておいて欲しかったけど。いやネタに真面目に反応するなよ。この盾さ、私つけてもいいかな。あ、了解だぜ。じゃあ早速この盾を活用して上の様子を見てこようかな。さっきの二の前にならないか、すごく不安だが。うん、スケルトンの音がする。また同じかな。わお、ウィザースケルトンだ。おお、やっとウィザースケルトンだったか。塔の名前なのに全然出てこないからもういないのかと思ってたよ。どうだった、数はどれくらいいそうなんだ。いやー、4体以上はいたように見えたね。この下からちまちま攻撃して、ウィザースケルトンの数を1回減らしたいね。ああ、それは大事だな。ウィザー状態にされたらひとたまりもないもんな。あ、やばい、攻撃食らって上に行っちゃった。結局やられるんかい？これは、おじさんフロアの死闘が再び来る予感。ちょっと苦戦する匂いがするぜ。ウィザースケルトンもそもそもの火力でかいからな。それに加えてウィザー状態にしてくるの怖すぎる。あれ、意外ともういないか。本当に？いや、いっぱいいるわ。やばい、私も上に上がってしまった。マリサー。奥にめっちゃいたわ。全然いけなかったぜ。ああ、アイテム回収したかったけど無理。これはあれだな。途中のチェストに入れておいたスペアの防具を使う時が来たな。いや、私はそんなものに頼らない。なんだその縛り。ここは素手で攻略するのが真の冒険者ってもんよ。真の冒険者とかどうでもいいから早く私はこの島を脱出したいんだぜ。マリサはプライドとかないんですか？プライドなんか刑務所脱獄の時にとっくに捨てたぜ。あ。そのプライドのせいでやられてますけど。もう一回トライじゃ。いやもう防具を着ていけよ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。
実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やウプ主の日常、 Twitter では動画の最新情報、ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。